カニに対するリスペクト。ストレッチタイム。伸びてる伸びてる、首筋伸びてる、伸びてる、山本、どうも伸び山本です、よろしくお願いします。わはははちゃんちゃんちゃん寿司拍手ぐちゃぐちゃ。どうも富山県住みます芸人伸び山本と申します、よろしくお願いします。やったということでね、本日の動画なんですが、やった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 終わったということでですね、私、もうね、動画が公開されてるんですけども、私ギャオのネット、番組、動画配信アプリギャオの、オリジナル番組千鳥のロコスタという番組でですね、富山県のロコスタとして、なんとあの千鳥さんと共演できた、やったやったやったということでですね、本当にもうこれだ、もうはい、もう喜びラッパと喜びブーゼラ吹いちゃいましたということで、そういうね、共演できましたというね、ご報告動画となっております。イエイエイエイイエイエイエイ、ダブルピース、ダブルピース、カニに対するリスペクト。どうも富山県はですね、ベニズワイガニ有名でございますということでですね、はい、あの千鳥のロコスタという番組でですね、千鳥の、大悟さん、ノブさんとね、共演させていただきましたということでね、千鳥のロコスタという番組でですね、氷見市にある、富山県の氷見市にあるとんじんちさんというね、煮干しラーメンの名店に行かさせていただきまして、絶品煮干しラーメンで千鳥さんをおもてなしさせていただいたという動画の番組となっておりますので、また概要欄にね、そのギャオの千鳥のロコスタのリンク貼っときますので、皆様ぜひぜひぜひご覧くださいということでですね、千鳥さん、憧れの千鳥さんだったんですよね。僕元ね、タンデムというねコンビ組んでましてね、その僕の元相方がですね、千鳥さんがめちゃくちゃ好きで、千鳥さんで憧れて、千鳥さんに似たようなね、インスパイアされたような、ね、あのネタを書いてましてね、僕は突っ込んでたんですけども、元相方にもね、千鳥さんとね共演したよっていうのをね連絡しましたところをね、嬉しいですとね、連絡が返ってきまして、僕もなんかすごくあったかくなりましたね。実際ロケ当日ですね、まあいろいろ僕も頑張ってね準備しましてね、ロケ当日に臨んだんですけどもね、もう始まったらね、カメラ回っちゃったらね、もう僕テンパっちゃってね、もうミス連発だったんですけど、やはりさすがあの千鳥さんということでですね、大悟さんとノブさんにね優しくねいじっていただき、ロケを回していただきね、僕は全然すごくないんですけども、ただただね、もう煮干しラーメンのうまさとね、千鳥さんのすごさをね本当痛感した、そういったあのロケになってました。そしてあのロケ担当していただいたディレクターさんのおかげでね、すごく面白く、自分の言うのもなんですが、すごく面白く番組が仕上がっておりますので、皆々様ぜひね、千鳥のロコスタ富山編、伸び山本担当した回をねぜひねご覧ください。はい、リンク貼っときますので、ギャオの千鳥のロコスタ富山編ぜひご覧くださいということでですね、千鳥さんの優しさに包まれて、最近はねすごくあの満足感に浸りながらね、生活しております。ですがね、これに、満足することなく、富山県を盛り上げるべく、富山県住みます芸人としての使命を果たしていきたいと思います。何かと、大変な、時期ではございますが、頑張ってね動画更新して、皆様にねちょっとね微笑んでいただけるようなね動画をね、どん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 出していけたらなと思っております。はい、ということで、本日の動画もここにておしまいでございます。短い動画ではございましたがね、それでは皆さん次回の動画まで、バイバーイ、いくいくいくい、バイバイの手の動き、白エビ。